厚生年金老人ホームは、かつて社会保険庁が設置していた、厚生年金福祉施設の一つであり、有料老人ホーム及び宿泊施設からなっていた。施設の名称としては、厚生年金ハートピア、厚生年金層、厚生年金園を使用し、愛称はそれぞれ、ウェルハートピア、ウェル層、ウェルエンであった。社会保険庁が、 厚生年金保険の加入者を対象として、福祉を増進する目的で設置した厚生年金福祉施設の一つであり、財団法人厚生年金事業振興団が運営している。施設は、主に介護の必要がない厚生年金の受給者を対象とした、有料老人ホームである、長期専用施設と、年金加入の有無や年齢を問わずに、 誰でも利用可能な宿泊施設である短期専用施設及び長期専用施設と短期専用施設を兼ね備えた超短併設施設からなる。施設の名称は厚生年金ハートピアを使用しており、一部の施設は所在地の地名を元にしてまつショ小、または円を付した厚生年金層、または厚生年金円を使用していた。 また2002年4月1日に厚生年金福祉施設へ愛称の一斉導入が行われた際には愛称としてウェルハートピア及びウェルソー、ウェルエンが導入されている。設置の根拠はかつての厚生年金保険法第79条に記されていた政府は非保険者、非保険者であった者及び受給権者の福祉を増進するため 必要な施設をすることができるとする規定であったが2008年に施行された改正法により根拠となる規定は削除された1990年代以降厚生年金老人ホームと同様に年金保険料を投じて建設された大規模年金保養基地グリーンピアの経営悪化が相次ぐと保険料を年金の支給以外に用いることに対して 世論の批判が高まった。経営状態が厳しかったのは、厚生年金老人ホームを含む年金福祉施設も同様であり、社会保険庁が年金福祉施設265施設について2002年度の収支を試算したところ、減価償却後の黒字となったのは9施設のみで、残りの256施設は赤字であった。二千四年三月十日、 与党年金制度改革協議会が開かれ、保険料により整備された計265の年金福祉施設について、2005年度に整理機構を設置し、すべての施設を5年以内に売却、または廃止すると決定。これを受けて2005年6月16日の衆議院本会議において、内閣提出法律案の独立行政法人年金。 健康保険福祉施設整理機構法案が可決、成立した。2005年10月1日、独立行政法人年金健康保険福祉施設整理機構が設立された。売却予定となっている厚生年金福祉施設は社会保険庁から整理機構へと出資され、施設の売却によって得た収入は厚生保険特別会計年金勘定へ納付される。 売却は原則として一般競争入札により行われたが、長期専用施設の入居者には自宅を処分した上で、施設に入居した老人もいたことから、一部の施設については譲渡後の一定期間は、中心的機能を維持することが譲渡の条件として付された。施設の売却は順次実施され、最後まで残っていた。 厚生年金ハートピアアタミが2010年8月31日をもって進行団による運営を終了し、9月1日から民営となったことにより、すべての厚生年金老人ホームが売却、廃止された。なお、一部の施設は民間への売却後も、ニューハートピアのようなハートピアに類似する称号を用いて営業を続けている。 厚生年金セナミ在層材とセナミ海岸周辺の約240メートル四方を写した航空写真。1975年9月11日撮影。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成厚生年金新名園と新名駅周辺の約250メートル四方を写した航空写真。 1975年度撮影。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成営業終了日は、厚生年金老人ホームとしての営業終了日を記載し、所在地名は施設の営業終了、または廃止時点における自治体名を使用した。地方区分は工事園第六班を基準として、 並び順は、全国地方公共団体コードの順である。静岡新聞2002年5月13日長官、乗馬やマジックに1万人、ウェルサンピア沼津が、愛称記念に祭り青空市もにぎわう読売新聞2000年12月19日、東京長官、経営難、グリーンピアの後始末年金資金消滅、赤字分補填国民に、付け。 読売新聞2004年2月25日、東京長官、年金福祉施設を廃止、売却へ、政府、自民党。読売新聞2004年3月11日、東京長官、年金福祉施設の廃止など正式決定、与党協議会議案情報、参議院ホームページ ABCDE 内閣、総理大臣、参議院議員、山本隆史君提出年金。 健康保険福祉施設の整理に関する質問に、対する、答弁書2005年11月11日。年金、健康保険福祉施設整理機構、平成17年度実績及び、平成18年度計画の概要等について2006年3月30日、18ページ。毎日新聞2008年10月18日、東京長官、年金老人ホーム。 不審の余波、入居者に、全国二十一カ所、売却進む。ハット ABCDEFGHIJKLM、NOPQRSTUVWXY、ZAAB、a c アドアイ厚生年金事業振興団、平成十五年度事業報告書二十一 ABCDEF 年金、健康保険福祉施設整理機構、平成二十年度実績及び、 平成21年度計画の概要等について2009年4月27日、6から7ページ。はじめまして。フルールハピネス函館です。いよいよ、本日オープン。リバドールブログ、ハット AB 独立行政法人年金、健康保険福祉施設整理機構、ABCDEFGHI 年金、健康保険福祉施設整理機構、平成19年度実績及び、 平成20年度計画の概要等について2008年4月24日、6から7ページ。財務省、処理済み財産一覧表2007年7月30日。ABC 厚生年金事業振興団、平成13年度事業報告書20。AB 厚生年金事業振興団、平成14年度事業報告書4。厚生年金事業振興団。 平成13年度事業報告書マイナス3年金健康保険福祉施設整理機構新名園の不動産売買仮契約締結について2007年5月17日厚生年金事業振興団平成20年度事業報告書マイナス15伊豆新聞ニュース2010年9月1日厚生年金福祉施設が アヤハレエクサイド運営のハートピア・アタミニ年金、健康保険福祉施設整理機構、平成22年度落札結果一覧神戸新聞2004年9月16日、長官、有料老人ホーム姫路の詐欺山総、来年3月廃止、ハット ABCDE 年金、健康保険福祉施設整理機構、平成18年度実績及び、 平成19年度計画の概要等について2007年4月18日、6から7ページ。高松市、平成19年度包括外部監査結果報告書2008年2月21日、73項。年金、健康保険福祉施設整理機構、平成17年度実績及び、 平成18年度計画の概要等について2006年3月30日16ページ。ありがとうございます。